オークランド、オークランドはニュージーランド北島北部に位置するニュージーランド最大の都市。オセアニア有数の世界都市であり、ポリネシア地域最大の都市でもある。第2位はホノルルである。都会でありながら周辺に変化に富む自然環境を持っている。市内の人口は2010年で約45万人であった。2010年に ニュージーランドの地方行政区画の改革によって、オークランド市はオークランド地方に統合。域内人口は2011年に約149万人に見かけ上増した。2018年の域内人口は約163万人、都市圏人口約170万人で増加傾向にある。かつてニュージーランドの首都であった歴史を持ち、ニュージーランドの人口のおよそ1、 4強が居住している。地域人口の40%は海外出身者が占めるグローバル都市である。また、世界最大のポリネシア人の居住人口を抱える都市である。市内にはニュージーランドでの航空拠点であるオークランド国際空港とオセアニア地域有数の商業港湾であるオークランド港が所在し、商業地区は首都のエイリントンよりも発展している。 海に面した地形から海上交通が栄え、シティオブセールズ、シティオブセールズ、和訳例、レのホの愛称で呼ばれる。ヨットやボートなど小型船舶の登録数は約14万隻で人口比では世界最大、オークランドに居住する3県に1県の割合で小型船舶を保有している。マオリ5名はターマキマカウラウ、ターマキマカウラウであるが、 オークランドの読みを、マオリ語化したアーカラナ、アーカラナという名称もあり、ヨット名や地元の団体名などで使われている。なお、日本語のカタカナ表記では、米国カリフォルニア州のオークランドと当主とは同じになってしまうため、当主を NZ オークランド、米国のそれを US オークランドと表記する場合ある。1350年頃、肥沃なこの一帯の地況に、 先住民のマオリが住み始めた。マオリは主に火山の頂上付近に要塞化された村を建設していった。当時のマオリの人口は2万人ほどであったと推計されている。やがてニュージーランド北島では火器が戦闘で用いられるようになり、種族間の均衡が崩れ、こうした新兵器を所持できなかった部族は海岸部から山間部へと逃れた。 ヨーロッパからの入植が始まった19世紀の時点で、今日のオークランドの地には、比較的少数の先住民が残っていただけでった。1820年、オークランドの地に初めて足を踏み入れたのは、ニュージーランドで初めて、キリスト教布教をした、イギリスの宣教師、サミュエル・マーズデンである。1769年に、イギリスの探検家、ジェームズ・クックが、エンデバー号で、 ワイテマタワンを通過したものの、オークランド周辺には上陸しなかったためである。1832年、オタゴ地方のジョセフ・ブルックスウェラーが、オークランド周辺の土地を購入。1839年9月からは、ヨーロッパ人の入植が始まり、翌年1840年2月6日には、マオリ族とイギリス政府がイタン義条約を締結して、正式にニュージーランドが、 イギリスの植民地となった。この時、イギリス海軍のウィリアム・ホブソンが、ニュージーランドの初代総督となった。オークランドの町が建設された土地はマオリから、総督のホブソンへ、友好の証として寄贈された。ホブソンは、ワイテマタワンの南岸に、大型船が停泊できることを見つけ、そこを1841年に、ニュージーランドの首都と定めて、オークランドと名付けた。 この名前は当時インド総督を務めていた政治家の初代オークランド伯爵、ジョージ・イデンに由来している。1842年にワラッセルから政府機関の移転も行われたが、ポートニコルソン、現在のウェリントンの方が地理的に首都に適しているという意見は当時でも多かった。1865年に首都はウェリントンへと移された。 第二次世界大戦が終わった1945年以降、太平洋諸島の数多くの人々が移住し、1996年にはオークランドの人口が100万人を突破した。東に太平洋に続くハウラキ湾、南東に低いフヌア山脈、南西に浅瀬の入り江であるマヌカウ湾、西から北西はワイタケで山脈がある。 タスマン海のマヌカウ湾と太平洋のワイテマタ湾の間の狭い地境に都市が広がっている。この地境は最強部は2トルもない。オークランドはかつ火山であるが分布している。この火山群は玄武岩室のマールやタフリング、火災球などの53の炭性火山から構成されており、最古の噴火は約25万年前、最新の噴火はの 約600年前である。最近の噴火ほど一イベントの噴出量が多くなる傾向があり、最新のランギトと等の噴火では約2 3トルのマグマが噴出した。この量は火山群全体の噴出量の約6割に当たる。海岸には流れた溶岩も多く見られる。海洋性気候に属する。 ニュージーランドの主要都市では最も温暖で年間の日照時間は2060時間を超える。年間を通じて早朝、地境から穏やかな海風が入り心地よい朝を楽しむ人々の姿が見られる。車の保有率が極めて高いことから浮遊粒子状物質による大気汚染も問題になってきている。ニュージーランド最大のオークランド国際空港は マヌカウ南部郊外の一部にあるマヌカウ港に位置する。フラーツグループの運営によって、オークランドからハウラキワン内各地へ旅客フェリーが運行されている。2007年の乗客は約420万人に上る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。